はい、今回はですね。石垣島のリゾートをご案内したいと思います。えっ、ー、と石垣島はですね。まあ、年間通じて観光するとこ多いんですけれども人気もあります。えー、まあ、一般的な観光地としてはこういったあの牛舎とかですね。それからえっ、ー、とこのまあ、マングローブのカヌー、ーそれからえー、青の洞窟ですね。それからえー、星空。これはもう冬でもですね。星空もめちゃくちゃ綺麗です。 えー、そういった、まあ、大自然というのがあります。のんびりできます。えー、今回は福岡空港からですね。直行便を利用したパックのご案内をいたします。はい、では、ホテルのご案内なんですが、まずは、えー、ロイヤルマリンパレス石垣島。 えー、こちらのご案内です。えー、と石垣島でですね、一番広い部屋を有するホテルになります。隣にですね、えー、と公園などがあってファミリーにも人気です。あとあの合宿なんかでですね、大人数で利用されるケースもあるようです。えー、お一人様当たりバックツアー代金が5万300円からとなります。 次はですね、赤い屋根のコテージタイプのお部屋がですね、人気のですね、ふさきビーチリゾートホテルビラーズです、えー。こちらはですね、夏場から秋にかけてまではですね、あの石垣島最大級のプールエリアが人気ということですで。目の前の天然ビーチ、こちらも美しくてですね、ここはあのまあ、11月過ぎてからでもですね、あのウェットスーツを着てから泳ぐ方もいらっしゃるというぐらいなところです。お一人様あたり57,300円からになります。 最後はですね、えーまあ、石垣のラグ,ラグジュアリーホテルの代表格ですねアナインターコンチネンタル石垣リゾートです、えーまあ、あの目の前のマイサトビーチこれはもう絶景ですあとゴルフコースやテニスコートなどもありまして、まあ、疲れを癒す、えー、サウナも完備のいわゆるラグジュアリーホテルになりますお一人様68,300円からです詳しい内容については、えー、画面下のコメント欄のところに各商品ページの URL を貼り付けてますのでぜひクリックしてください